あーうまキリキリちょもちょもクールちょもちょも今日はいい日だね。9人の元カノのみんな見てるくるぶしです。はい、ということで、始まりました、くるちょもチャンネル東京支部、ソロ一発目何やろうかなと思ったんですけど、いつもの素の自分をね見てもらおうかと思って、今日はですねあえていつも食べてるものをね、いつも食べてるように食べてみようかなと大丈夫これ回る今回ね一人で、食べるものはですね、くるぶしはですね結構あの辛いものがねあの結構好きな方ではあるんですけど、そこまで激辛はちょっとまあ辛いなっていう、いつもまあセブンイレブンとかに行くと、いつも買っちゃうものがあるんですね。今回はそれをご紹介したいと思います。それがこちらです。蒙古タンメン中本の辛うま飯。蒙古タンメン中本の、カップシリーズって結構、出てますよね。まあどれも僕全部多分食べてると思うんですけど、一番買ってるやつ、がこの中本の、辛うま飯。この中本のカップシリーズを2個買うと、今なんとこの中本のハンカチがもらえます。いや、もらっちゃった。よくカレー飯とかね、あるじゃないですか。あれのまあ中本の味の、雑炊みたいな。これ意外と盲点だったりしません？みんな食べたことある？これこれ美味しいんですよ。麺よりご飯の方が合うんじゃないかなって思うんですね。これ食っちゃうと、これをねいつも通りに、くるぶしの食べ方で、食べていきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー、くるちょもチャンネル。じゃあ開けていきましょうか。もう、まあ、こうやってお米が入ってるからカラカラ。じゃあちょっとお湯入れていきます。はい、お湯入れてきました。めちゃくちゃいい匂い。これね、あのカレー飯とかでもそうですけど、ご飯のね芯が結構残るんで結構待った方がいいです。5分って書いてありますけど、5分半ぐらい待ってもいいかもしれないですね。はい、くるちょもチャンネル。5分半経ちました。開けていきましょう。わあ、めっちゃいい匂いする。見てください。ちょっとこぼれ。後藤巻き溢れちゃうビーンが備え付けの辛うまオイル。今日のポイントは、そんなに激辛が苦手な方でもね食える食べ方ですね。はい、ここまではね普通の食べ方なんですけど、くるぶしはいつもこれにですね、まあやってる方かなり多いと思うんですけど、納豆ですね。納豆をぶち込みます。これがね、なんていうの、辛みがかなり抑えられますと、この納豆の粘りも、いい感じにこう、片栗粉を、入れたような感じの、こう、とろっとした感じになる、その全体が。で、味もね、そんなに変わるわけではないんですけど、この納豆のね、香りも結構この、カップとあって、まあこれ、ラーメンの方でもやってる方かなり多いと思うんですけど、ここに、入れていきたいと思います。ちなみにタレは何も入れません。ただ混ぜて、ここに入れるだけですね。いや、マジでこれいつもの飯だからね帰りがちょっと遅い時でもう用意するのがもう時間ないよっていう時は、こうコンビニ行ってこれ買いますね。完成でございます。あー、溢れちゃうビーンラブ後藤巻き。くるくる蒙古タンメン中本の辛うま飯に、納豆トッピングいただきたいと思います。今日マジガチ飯です。いただきます。めちゃくちゃうまい。ラーメンよりうまいっすよ、マジで。これね、多分これ200円ぐらいなんですけど、200円で買えるものの中で世界で5番目ぐらいにうまいと思う。
で、納豆入れることによって、あの、辛みが本当に抑えられて、これ多分ね、こう納豆入れなかったら多分ね、水ガバガバ飲まないと、あの、これ食えないぐらいなんですけども、水なしでも、まろやか。うまい。ああ、これ汗をね、このハンカチで。これあの、3種類ぐらいハンカチあるんで、あの、ぜひゲットしてください。辛うま飯の方、あんまりマジで買ってる人いないんだけど、いる？うん。ああ、じんわり汗出てきた。うん。完食。美味しかった。ごちそうさまです。ちょもちょも。今日はですね、いつも俺が食ってる中本の辛うま飯、いつも食ってる食い方で、ただ食うっていう、動画だったんですけど、3種類あるハンカチがもらえますので、ぜひ、ゲットしてみてください。あの、納豆入れれば結構、辛いの苦手な方でも食えると思います。絶対もう一回はもう辛うま飯食ってみてください。本当に美味しいです。かなりステイホームな感じで申し訳ないんですけど、はい、今日はエレクルブシの大好きな、モコタミン中本の辛うま飯、普通に食ってみたお送りしました。ありがとうございます。ともちゃん帰ってきて。元気のない日でもじもじきな夜も